ったね。君は僕が作った人造人間だよ。記憶はあるかな？記憶はないんだね。君は前回の戦闘で敗れてしまってここに運び込まれたっていう形だね。戦闘での記憶が全てないっていう形かな。そうなんだね。それではいろいろと検査していくね。それでは検査をする前に汚れとかそういったものをきれいにしていこうね。結構あれだね、戦闘したから土ぼこりとかそういったものがついていそうだよね。まずはしっかりと取っていく。
回の攻撃は結構通っていたみたいだね。攻撃自体は通っているけど耐久力がないかったっていう感じだね。それでは取っていくね。これでしっかりといらないパーツは取れたね。これで今は何もない状態になったね。まあ、なったけど、まあ、新しいパーツの大きさ知りたいからちょっと測るね。これでまず長さを測っていくよ。わかった。それでは長さはわかったから、まあ、新しい防具のカットしていくね。これで切っていくよ。切っていくね。ザク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 。どうだろう。これで大きさはちょうど良さそうな感じはするよね。そうだね。これでじゃあ新しい防具つけていくね。パーツはこれだね。これは特殊な、クッション性のある素材でできているから、そうだね。だからね、敵の攻撃を結構吸収して、衝撃をだね、吸収してくれるから割と防御力は上がるかなっていう感じはするかな。で、やっていくね。これをここにつけて、あとは止めていくね。クリック、大丈夫そう。よかった。そしたら今
今から僕がまた攻撃をするから、それをしっかりとシールドで受け止めてみてね。これは何かわかるかな。そう、エクスカリバーだね。これで僕が今から君のことを、君に向かって攻撃を仕掛けていくから、シールドで防いでみてね。いくよ。故障した。
活躍心から祈っているよ。ご分を。それではまた何かあったら来てね。頑張ってね。バイバーイ。